カモンタツオのカモンカモンカモン、カモンタツオのカモンカモンカモン、FM 横浜カモンカモンカモンの時間がやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。6月の20日になっております。旭区の健達さん、カモンさんの YouTube 拝見しています。予算の使い方や国家予算ね、岡村さんを歌った違う違うそうじゃない、アベノマスクをつけて歌う小市民の替え歌をはじめ笑いました。偶然目にしたのですが、これからも楽しませていただきます。 PS 太陽の塔もたくさんね、ということですけど、まああのその時々の旬のことをやろうとするから、ちょっと状況によっては辻褄が合わなくなってくるやつなんかもありますけど、一応日付をね見ていただくと、まあいいんじゃないかというのと、あのこういう政治的なこととか、あと検察庁法案のこととかももうどんどんと人間忘れていくんでね。でまあ、ああいう形に残しといて、残したら残したらまたこれ賛否両論です。まあ、当然賛でコメントしてくれる人が多いんですが、中にはなんかお前全然調べんとええかげんなこと言うなとかね、言う人おんねん。そんなん言うてなん、そや言わへんかよりも言うた方がええやん。言うたことによってみんなが興味持ってくれたらええんちゃうのという姿勢でやってまして、政治のことは政治家の人に任せときますが、そっちの方向に興味を持つようにということで、まあ、YouTube からの発信なんかもしております。カモンタツオのカモンカモンカモン。いやー、替え歌メドレーはね、あのまあもともとデビュー直後から替え歌シリーズっていうのはやってたんですよ。ただあの許可を取るのにすごい労力がかかるというのと、使用料、楽曲使用料を払わなければいけないという、まあ、そういう経済的なこともあって、当初所属しておりましたコロンビアレコードさんではそれができず、ただまあ90年にビクターに移籍いたしまして、その時まだバブルの最中でね、ビクターの担当ディレクターの田村さんっていう人が小泉京子さん担当してまして、この人は優秀な方です。その後ポルノグラフィティとか広瀬香美さんとかもどんどんヒットに導くわけですけども、非常に勢いがありまして、僕もそっちに移って、じゃあいっぺん許可取ってみようかとで、綿密に多少利益率悪かっても今まあなんかバブルな感じでなんかこうやったら出まして、で一番最初の誰も知らない素顔の八代亜紀から始まる替え歌メドレーの、まあ、同時に許可出して、許可が遅いやつが替え歌メドレー2に入り、替え歌メドレー3に入り、さらに新たに書き下ろして帰ってきた替え歌メドレー4ですわ。カモンタツオのカモンカモンカモン。